はい、行きました。今日はね、こちらの病院にね、頑張りすぎてね、ちょっと体調悪くしたという人が。もう何つぐらいから始めて、かなり落としましたよね。そうですね、なんとなく120ぐらいあったもんね。それが今75ぐらい。むっちゃですね。なんだと。頑張りすぎたらしくて。とりあえずお見舞い、ね、ということで形でちょっと行きましょうかな、ね。まあこれ持って、そうですね。はい。はい、どうなると、はい。持ってきました。行きましょうか。はい。はい。終わりましたね。ウェーブの達成。来ましたスピチューブで。おはよう、兄ちゃん。おはよう。大丈夫か？やばかったっすね。どうぞ。トレーニングしすぎが良くないです。トレーニングしすぎが良くないです。トレーニングしすぎが良くないです。はい、お土産。あ、いいですか？うん、これ食べれないやつ。あの食べれない。糖質結構おすすめな。これ軽いけど、すごいダイエットにはすごいいいっていう。ダイエットにかも。ダイエット。ちょっとせっかくね。辛いそれ。どうですか。ようくれたっすねこの箱。いやめっちゃあるじゃないですか。え？これ分けますか。いやここにあるじゃないですか。見えないですか。マジで。見えないですか。食べきれなかった俺。あ、折れました。折れた、折れました。俺フレンチクルーだ。俺フレンチクルーだ。どうですか。美味しい、甘い。食べないでしょ。食べれないから。食べれんのかな。なんかそう仏壇的な感じで。ここの食事はもうなくしてもらいました。なんで。炭水化物多いんで。あ、こんな時にでもやっぱりあとはそれでパン行くよ。行きました。こういう感じで。なるほどね。これだけ？一食。いや、おでんがあったんですけど、うん、さっきおでんちょっと食べる。やっぱりそれ、なんか病院の人に言われたりしないの？怒られましたね。栄養があって、また入院するぞみたいな。いや、それは言われたんだろ。あー、なるほどね。頑張ってることがあるんだったら協力しますって言ってくれましたよ。なるほど。行く、協力的な。ね、じゃあ彼女欲しいんですって言ったら協力してくれるんですかね。厳しいんじゃないですか。厳しい。紹介しなさい。自分の頑張りしないといけないですよね。本当ね。まあ求めてない時に現れますからね。確かにそうですね。ラブストーリーが突然に来る。僕らも突然に来たんでね。やっぱそうですね。取り慣れてますね。いや。集中。これ誰なんだシリーズみたいな感じになってますけど。はい、ちょっと今度はね、新たに紹介したいんですけど。どうもです。よろしくお願いします。お願いします。僕はね、昔から知ってるんですけどね、視聴者の方は誰なんだっていうことで。誰なんですかね。歌を歌ってますね。たまに。そう、それ、まあ、昔からずっと MC をやってて、今もね、こうまた道具でたまにこうホスト MC として参加してくれてるんですけど。今日はちょっとね、体調崩してね、いろいろ答えなしで、はい、まあ、皆さん来ていただいたということで。そうなんですね。いや、Facebook で見て、あ、そのやばいみたいな。最初はやっぱそのダイエット、そうですね、ライズアップ的なことやってるから、うん、なんかね、夏ぐらいから始めて120から70まで落としたじゃないですか。57キロぐらい落ちました、ね、だからそれ肩来て、栄養失調で。いや、栄養失調じゃないんですけど。よく管ある。あ、まあ一応ありますよ。まあちょっと生々しいんですけど。でも違うっていうことは問題ない。ほどほどがいいってことですよ。そうじゃない。ほどほどね。いや、その病院名を言ってくれたんですけど、その病院、何々病院だって、なんとかなんとかって言ってこなかったんで、はい、ちょっと恥ずかしい的な感じで、ちょっと
言葉を濁されたんで、なんかあれなんかなって。そうですね、専門的な病院ですから今、まあ、それ言っちゃいますと分かっちゃいますよね、病名が。ちなみに聞きますそれ。いや、はい、そうな、そう、字の字がですね、字のなんか海字の海、ええ、字の海、ええ、字の海ですね。やめましょう、その話を。十分わかりました。まあ、この辺で、まあ、楽曲のね、音源とかはあるんですか、まあ、出せるようなもんじゃないですけどね。まあ、まあね。はい。まあ、潜りです。潜りです。はい。まあね、うまくやっていけると思いますよ。スピちゃんもスピちゃんなんで。はい。名前もあるんで、二人仲良くやっていきます。はい。まあ、ね、今日はね。DJ スピリタスと MC ロブロブさんで、いや、ほんまにね、はい、今日スピちゃんの服は H&M、 下はねで、このあれはザラですね。分かってますよ、分かりますよ、あのだ、うん、ね、はい、イオン岡山イオンも H&M があって、はい、ザラがあると、はい、あのな並びと一緒です、はい、そうですね、イオン大事ですね今日だいぶありがとう、はい、はい、まあね、それからまあロブも元気そうだな、こういうのも面白いです。これは別にやらせとかでもなんだろう、普通に多分じゃあ、病院携帯ってのはダメですよ。あ、そうですね、どうやそうじゃんありがとうございます、ダメな感じでね、はい、ありがとうございます。今回ロボ編でした。はい、またね、スピチューブよろしくお願いします。はい、あ、そうなんだ、明日帰ります、ちなみに。あ、そうか、明日抜けてるんですか。いやいや、違いますよ、本当は月曜日なんですけど、やっぱうずうずして一日早く、ね、ビキが、あ、ご近所付き合いが半端ねえじゃん、それはあるわな、寝れないよ、確かに。いつもスピチューブ見てくれてありがとな、これからもよろしく。